県といえばカニ、恐竜、はい、ヒユカ。バリバリ。皆さんこんばんは。はい、ということで意外と久々の配信になってしまいました。またもやごめんなさい、お久しぶりでございます。ちょっとごめんなさい、お風呂にしっかりもう入りまして、ごめんなさい本当に。まあでも久々のすっぴんということでね、まあレアだと思ってください。はい、ということで皆さんこんばんは、お元気でしょうか、どうなんですか皆さんは。春になりまして、4月にもなりまして、あ、ニキビできてるって言わないでください。そうなんです、ちょっと私は絶賛季節の変わり目のせいということにしましょう。めっちゃニキビができちゃって、そうちょっと悲しいんですけれども、まあでもね、明日皆さんに会えるということで、まあちょっと、まあ、ニキビも見つつ、まあ、私の顔も見に来てください。はい、そんな感じなんですけれども、まあ4月ね、本当に皆さんからいろいろそのウィバースだったりとか、あの旧ツイッター X だったりとかね、そういろいろ聞くのよ。もう皆さんが大変なことも分かっているし、もうお仕事とかね環境が変わった方も多いと思うから、すごいねやっぱり精神的にもね、状況もだけど、そう変化が大きい時期だと思うから、本当に皆さん無理なく、まあ、今日の配信もね見れないよって方とかもね、全然なんだろうな、本当にあやってるっていう気持ち程度に、というかまあ気休め程度に見ていただければと思うので、まあ、今日はねそこまでなんかおうえーって感じではなく、まあこんな感じで話していきたいんですけれども、あのね、あの配信をする期間、配信をするまでに結構いろんなことがあったわけだから、そのことについて話していこうと思います。まあでもね、今日話したいのは、中心的に話したいのはアンレームについて話します。わーい、なんと本日26日はアンレームの新曲がリリースされた日でございます。よっしょーい、ということで、まあね、旧ツイッター X をご覧になって、あ、え、ちょっと待って、私さ、あ、見れた、ギフトが飛んでなかったんだけど、ちょっと待って、ナーラブさん、クマタワー、あれがクマタワーです。ナーラブさんはどう、アンレーム見てくれた、ありがとう、見れなかったけどありがとう、クマタワー、え、なんか金色だよ、かわいい、なんかちょっとすごいねありがとう、嬉しい、ありがとう。ナーラブさんは見れました、見てくれたかしら、どうなのかしら、ありがとうナーラブさん。あ、ゴールデンウィークだからか、だからゴールド、うえ、そっか、もうゴールデンウィークになりますよね。はい、ということで、まあね、ナーラブさんがクマタワーをくれたということで、まあアンレームの話をしていいということですね。ありがとうございます。そうね、アンレームのね新曲がリリースされて、で MV も昨日今日どっちか分かんない0時に、はい、公開されました。皆さん見てくれた？ MV 見た？どうだった？今日は、まあ、私も話したいんだけど、皆さんに、まあ、感想とかいろいろ、え、こうだったとか聞きたいので、皆さん教えてください。どうでしたか？あ、もちろん見たよ、嬉しい、やったね。そう、あ、書いてくれてる方がいるんだけど、今回ね結構全員メンバー一人一人色が違うのよ。面からではないんだけど、一人一人ちゃんと色があって、あ、ありがとう、めっちゃ可愛い、衣装似合いすぎ、ありがとうございます。そう、なんと今回私は
ちゃーん、グーズ偶然あったんだけど、このハンギョドンのような水色でございます。はい、私は今回まさかの水色担当ということでね、なかなかね、私水色、まあ輝きちゃんぐらい、輝きちゃんで青だから、まあ、その印象ぐらいなんだけど、水色担当だったんですよ私今回ね。そうで、私もえ水色なんだと思って、まあでも着てみますとあら似合うとまた自画自賛になっちゃうんですけれども、あら意外と悪くないじゃないと思ってね。えどうでした、結構自分で言っちゃうんだけど、今回のアーシャかなり漏れてるんですよ。まあ、漏れてるっていうか、かっこいいというか、まあ、クールビューティーっていう感じで、そう結構気に入ってるというか、えこんな私もありちゃいますかっていう感じなのよ。え見てない方は今すぐ見てインスタにもあの X にもあげたので、ぜひぜひぜひ見てください。かなりいい感じに仕上がっております。そうで、今回私は水色担当でして、そうで MV ではね、ダンスしてる時かな、踊ってる時とか、みんなでわちゃわちゃなんかイエーイとかやってる時に水色の衣装を着ていて、そうあと前髪もね、今はパッツンだけど斜めにこんな感じのなんかシャンっていうウェッティーになんかスタイリングしてもらいましたってもう感じの髪型で、あとキラキラとかもここにもついてたり、そうここにもついてたりとかするんですよ。そうだからぜひ見てください。もう今のこの私とは全然違う、こんなねイエーイって感じの私ではなく、もうイエーイ感じだから全然違うので、皆さん見てください。はい、で MV はね、なんとまあいろいろお話ししたいんだけど、まずね、あのパジャマ衣装っていうのがあって、あの水色とは別に、あの先ほど X の方とか、まあ X の方にあげたんですけど、猫耳の帽子をかぶったのよ、今話題の猫耳の帽子。皆さん知ってる？なんか猫ミームじゃない、猫になれる帽子があるのよ知ってるかな。そう、それをね、私もなんか自分で買おうか迷った時もあったんだけど、さすがにまだちょっと挑戦できないなと思っていたら、今回 MV でつけさせていただいて、やったーということでね、そう、まあ嬉しいということでございますよ。まあね、猫になれる機会なんてそうそうないですから、もう貴重な機会、私も被らせていただきまして、もう流行りにちゃんと乗れました。どうでした、猫ひゆかは。皆さんハートとかギフトありがとうございます。ゴールデンウィークだからギフトがゴールドになっております。しっかり、おお、チピチピチャパチャパ、いや猫ミームちゃうねん、チピチピちゃうねんな。それでも猫になってしまったんですわ。そうね、ありがとうございます。いや嬉しい、ありがとうございます。そうね、猫になって、まあ、パジャマ衣装だったので、なんかなんていうんだ、いろいろベッドでこうやって寝転んだりとか、本を読んだりとか、まあ、みんなでわちゃわちゃしたりとか、まあ、テレビ見たりとか、なんか結構リラックスして、しかもね、スタジオっていうのかな、一軒家、スタジオ一軒家、どっちか分かんないんだけど、ちゃんとしたもう家で撮ったのよ、あの撮影はね。そう、もうおしゃれな、なんかもう、うん、家だったの。そう、だから本当にいろんな本とかあって、お菓子とかもあって、そう、もうなんか幸せとか可愛いが詰まった、まさにもう本当に今流行ってるようなテイストの家で撮りました。だからみんな結構自由な感じだったり、喋ってる感じだったり、そうで、あと私はね、あの歌割りのパートで、何でもできちゃいそう、イエーイフーっていうのがあるんですよ。聞いてて、
聞いていただいた方は分かると思うんですけれども、その時に私がカメラスマホを持って何でもできちゃいそうイエーイフーでだけ光らせるんですね。で実はあのカメラ気づいた方いらっしゃいますか？あのカメラというかスマホ気づいた方いるかな。あのスマホ実はでんでんでけでけでんでんでででででーん私のスマホなんですよ。キャーということで、まさかの MV に私物が登場ということで、はい、実はあのスマホ私のスマホなんですよ。本物の、実際に今この配信をしているこのスマホでございます。このスマホが MV で使われまして、そうガチ私物、そう本当はね用意していただいてたんだけどね、スマホをね。そしたらね監督さんが待ってみたいな、ひゆかちゃんそれ私物って言われて、私のスマホ結構なんかギャルい、結構いろんな方にひゆかちゃんのスマホギャラギャラだねみたいな、ギャルギャルだねとか、キラキラだねみたいなこと言われて、まあまあまあ、まあ、そうですねみたいな、周りもキラキラで後ろもキラキラなのね。そうで、まあ、ずっと使ってるんですけどこちらを。そして監督さんが、え、ひゆかちゃんそれ自分のって言われて、私はいみたいな、私もですよそのギャルマインドであはいみたいな感じで言ったら、え、じゃあそれにしようみたいな、そっちの方が可愛いわって言われて、はい、なんとこのギャルスマホ採用ということでね、はい、しっかりギャルスマホでパシャッと。で、じゃ MV も皆さん 見ながら聞いてほしいんだけどこの話をね。そうで、その時に何でもできちゃいそうイエーイイエーイポチかな、イエーイポチでライトをつけるっていう私には試練があったんですよ。まあ、ライトっていうかあのライトですねライトです、はい。そうライトの何でもできちゃいそうポチイエーイポチフーみたいな感じでなんか押さないといけなくて、タイミングでね。そうで、あれは自分でもこうやってノールックでってやりました。意外と私センスがあったのか、多分成功しましたね。1、2、3回ぐらいで、そうふうポチふう。やっぱりね自分のスマホっていうのもあったからちょっと使い慣れていましたね。そうあの時の私結構なんかドヤ顔なんかっていう感じでやってるから、ぜひ皆さんそこもご注目でございます。でその後にサビになって、あのみんながこうやってダンス、あの水色のね私は一緒踊ってるんだけど、このダンスもとっても可愛いんです。じゃあ皆さん今から振り付け講座をするので覚えてください。はい、これ TikTok で流行らせたいので絶対に皆さん覚えてください。じゃあ私教えますよはい、いきますよ。あ、ちょっと待ってくださいね、タワーが来ました。ヒロさん、タワーありがとうございます。ありがタワーです。ヒロさん、今から振り付けやるんですけど覚えてくださいますか。ヒロさん、ヒロさん、あのビビットガール覚えてくれますか。簡単な振り付けなのでぜひ一緒に覚えてください。ヒロさんいいですかもうありがとうございます、ありがタワーです。じゃあ一緒にやりましょうね皆さん、いきますよ。まあ手振りだけでもできるっていうのがこれポイント、はい。じゃあ簡単バージョン、これね全身とあと簡単バージョン TikTok 用にがあるから、それは皆さん教えますね。ではいきますじゃあ私のパートから、まあ何でもできちゃいそうイエーイです。はい、皆さんこの楽曲はあのコンセプト話すの忘れてた、これちょっと一旦ごめんね、ちょっと一旦ごめん、ね、興奮しすぎて詰まったんだけど、ごめんなさいごめんなさいコンセプト話すの忘れてました、ごめんなさい一番大事なのにごめんなさい。あのビビットガールですね、今回のビビットガールはもうピースとかもうイエーイとかさ、歌詞も振りももうギャルマインド、まあ、ギャルといえばもう自分に自信があるとか、もうポジティブ
イエー、何事も挑戦ということで、もう本当にこのまんまで、ビビットガールは何事にも挑戦していこうっていう、自分は自分、自分らしさを出して自分最高というね、もうモチベ爆上げ楽曲になっているんですよ。だから歌詞とかも、ね、サビのラストにいつだってビージュマジベストじゃんっていうのがあるんですよ。いつだってビジュ、これビジュはビジュアル、容姿ですね。マジベスト、マジベスト聞いたことありますか皆さん、歌詞でいつだってビジュマジベスト、でしかも最後に星ついてるんです。実はビジュ、ビジュマジベスト星、知ってる、この歌詞聞いたことある、今までないですよね。そうなの、ないのよ、どう考えても。そう、私も初めて歌詞が来た時に星ついてると、えー、みたいな、あの今までアーレも言ってた私がベスト、急にって思ったんですけれども、まあね、もう聞けば聞くほどいいと、これすごいと、もうモチベーション爆上げ楽曲じゃないですかということで、まあね、もうこれを皆さんたくさん聞いて、もうなんかね、先ほども序盤も言いましたけれども、まあ春はね、今の季節はね、気持ちがずんと下がっちゃったりさ、自分なんてとか自分はどうせとかさ、下がっちゃうじゃん。でもそんな時にこのビビッドガールを召喚、はい、聞きます。マジベストってなりますから、皆さん絶対に聞くべき楽曲、はい、MV も見たらもう皆さんの、みんなの可愛さもあるし、自分のモチベーションも上がるし、ウィンウィンということなのでね、ぜひ MV も見ながらぜひお聴きくださいということで、はい、長くなりましたが振り付け講座を始めていこうと思います。はい、じゃあね、まあ、皆さん先ほども言ったんですけど、ギャルというかもうマジベストと思って、自分がマジベストと思ってやってくださいね。ではいきます、私の歌割りから。何もできちゃいそう、イエイです。はい、これイエイ、これイエイはね、これじゃなくてもいいです、こうイエイでもいいですし、イエイでもいいです、もうピース、イエイ、フーですイエイ、フーです。皆さんこれ覚えてください、何でもできちゃいそう、イエイ、フーです。これ大事、もうフーと上がる、フーはい、いきますよ、何でもできちゃいそう、イエイ、フー、レッツゴー、はいレッツゴーってことです、レッツゴー、ちょっと上見えないな、レッツゴー、そう、レッツゴー、何でもできちゃいそう、イエイ、フー、レッツゴー、はい、BBB ガール、はい、ここポイントなの、ビビットガールはビビットなんですよ、 VVVV ということで、これは V がいっぱい出てくるんです、ピースをいっぱい作る振りで、あら、これかわいい、はい、右、皆さん真似してね、右、右を斜めに出す、右手で左、難しい説明が、斜め、斜め、横、イエイ、 BBB ガールです、はい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 です、いけてる、じゃあもう一回やろうか、もう一回やりましょうかじゃあいきますよ、ねえ、もうできちゃいそう、はい、イエーイ、フー、レッツゴー、はい、BBB ガール、いけましたか皆さん、じゃあゆっくりいこうか、ゆっくりいきましょう皆さんね、ついてきてくださいよ、ちゃんとね、いきますよ、なんでもできちゃいそう、イエーイ、フー、レッツゴー、はい、BBB ガール、でここから 1,2,3,8 1 下、横、斜め上、そうそうそうはいはいはいだ、はい、な、斜め下、斜め上、斜め斜め上、はい、かわいい、かわいすぎ、あ、で振り、あ、そう、これ大事なこと、このかわいい振り付けを振り付けした方、こ
これがマッチですごい方なので、じゃあみんなが覚えたら言うから、みんな覚えましょう。ちょっと覚えてから発表するね。重大発表なので。じゃあ行きますよ、このまま。BBB が気まぐれだって、気まぐれだって、はいはいはい、だっていいこれは歩く振り、いい顔もね、パタパタパタ歩いて、ほら見せてよピュアな心、かわいい。ちょっと待って、もう一回いくね。じゃあ BBB ガール気まぐれだって、1,2,3、はい、いいほら見せてよピュアな心、心なので、ここ心見せてよね、これは見せてよ、ピュアな心、じゃんちゃちゃちゃ、自分からで彩るランウェイ。じゃあ今日はここまでにしておきます。皆さん踊れそう？どうですか？めっちゃ可愛くない？しかもちゃんと歌詞に合った振り付けになっているわけ。じゃあ通しでやるね。じゃあ全部ね、今までのやつ通しますよ。いくよ。なんでもできちゃいそう、イエーイ、フー、レッツゴー、はい、 BBB ガール気まぐれだって、いいほら見せてよピュアな心、自分からで彩るランウェイ。どうですか？できた？ちょっと早かった？髪、いいはいほら見せてよ。あーね、難しいよね。そう、後半がちょっと難しいんだけど、こうまずグー、ほら見せてよ、ほら見せてよピュアな心、心で顔を前に向けます。心ちゃん、まずこれでちゃんちゃ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 んちゃ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 、なんて言えばいいんだろう、2本1本2本イエーイです。まあでも正直途中踊れなくても最後のこれができれば、終わりよければ全てよしって言うじゃないですか。そういうことなの。ピースができればいいの。わかりましたか？じゃあ最後のピースだけ皆さん意識して、じゃあ最後いきますよ。あと最初のピースもね、何でもできちゃいそう、イエーもね。じゃあ皆さんピースしてよ。いきますよ。何でもできちゃいそう、イエーイ、フー、レッツゴー、はい。BBB が気まぐれだって、いい。ほら見せてよ、ピュアな心、自分からで彩るランウェイ。できましたか？おー、ピースピースって送ってくれてる、ありがとう。みんなやってくれたみたいで見えてるよ、みんなやってくれてるのも知ってるし、ちょっと恥ずかしながらピースちょっとしてくれた人も気づいてるよ、ありがとう、見えてるよはい、まあそんな感じで、こんなにね可愛い振り付けを作った方がなんと TWICE のナヨンさん、もう大スターですよ、のソロ曲ポップっていう、ポポポおおめっちゃ流行った振りがあるんですよ。その振り付けをされたモナさんという方が今回このアンレイムのビビットガールの振り付けをしてくださいました。ありがとうございます。そうなんですよ、あの皆さん普通にマジでやばいんですよ、すごすぎなんですよ。そう、あの
素晴らしい振り付け師の方がしてくださったわけ。やばくない？マジベストって感じ。当たり前なんですよ。だからこのベストなのはね。そう、だからぜひみんなも踊って流行らせよう。いやちょっと私がねもう心を込めてというか、うん、頑張っていきたい、広めていきたいと思います。はい、なので皆さんね MV は、まあ、可愛さはもちろんなんですけど振り付けのねイエーイっていう感じのね、あとこういうところもあるのよ、なんかいいねみたいな OK とかさ、もうめっちゃ可愛いのでぜひ皆さんのね推し振りとかもね見つけて教えてください。なので皆さん MV はよくよくよーくこんな感じで、はい、見てください。よろしくお願いします。はい、あと MV なんかあったかな、ポイント。まあ猫耳だし、なんだろうな、でも歌詞がとにかくいいので、うん、たくさん聴いてほしいっていう感じ。うん、だって今歌ったのもめっちゃ良くない？何でもできちゃいそう、イエーフーレッツゴー、 BBB が鳴りやまーね。間違えた、これに回し目待って、BBB が気まぐれだって、いいいいいい、ほら見せてよピュアな心、自分からで彩るランウェイ、自分からで彩るランウェイ、最高じゃん。自分の色で彩るランウェイ、まあ道ですよ。それを自分の色で彩っていこうよってこと、そういうこと。だから私もこれからさ、いろんなことがあるわけ誰いろんなことがあるわけ、でもそこで自分の色で彩るランウェイってこと、良すぎない？で私だけじゃなくて皆さんもだしね、自分の色で彩っていきましょうよね。そうとか、あとなんだろうな、私のあ、そう、歌割りちょっとかっこいいのよ2番。ネタバレになっちゃうんだけどいい？皆さんじゃあこれ聞いたら MV 見てね、確認してね。私の2回し目ニエだか、ニエの歌割りが Model it again まだまだよ、チャラチャラチャ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 ラチャチャチャ、止まることを知らないの、止まることを知らないのって言ってるんです。かっこよすぎない？私も止まること知らないんですけれども、まあ、ずっとこんな感じで動いているので、止まることは知らないんですけれども、やっぱりね、口に出すことによってと言いますか、かっこいいね。止まることを知らないの、うっとあうわ、ううあうわってね。そんなね、かっこいい歌詞をね、歌わせていただけて、私は幸いでございます。いやでもね、私の歌割りだけじゃなくて、もう本当にみんなの歌割りいいのよ。で全部いい、歌割りとかじゃない、全部いいの、うん、コンセプトもだし、振りもだし、歌詞もだし、全部いいの。だからみんな見てね、うん、あとインスタに今日は3つも投稿してしまった、うん、久々の投稿、なぜならオフショットがいっぱいあって全部いいから。でも3つ投稿したじゃん、まだ上げきれてない全然、うん、なのでまだ待ってて、もっと出るからね、お願いしますまあという感じで、こんな感じかな。まあほんとにかくめちゃめちゃいいので MV ぜひご覧ください、ご覧ください。そうで、なんと5月1日にアンレームのサイン会もございます。もう思いっきしね平日なんですけれども、まあ、皆さんね、なんと
即日完売ということでびっくり。皆さんありがとうございます。本当に嬉しいことでございます。いやね、サイン会初めてです私。どんな感じなんですかね。練習してます今サイン。ちょっと再現するね。じゃあちょっと一応皆さんもね、初めましてっていうかサイン会初めてっていう方もいらっしゃると思うので、まあ私も初めてなので想像でやらせていただきますね。はい、じゃあ来ましたと。で、ありがとうまず何て言おうかな。あ、ビビットちゃんありがとう。あ、そうなんだ。そうね。くるくるくる。これからも彩るランウェイで一緒に歩こうか。ありがとう。これでどうでしょうか。これはどうでしょうか。これじゃダメかな。ちょっと初めてだからさ、想像でしかできなくてごめんなさいごめんなさいお願いだからゆっくりサインしてシャ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 。ねえ、行くのやめます、やめてください。どうしよう、今ので行くのやめようと思った方がいたらどうしよう。でも私ベストだもんね、いつでもベストだからいっか、大丈夫か。まあでも楽しませる自信あるので、ぜひ楽しみにしていてください。来てくださる方は、そう、もう今のは冗談という感じで、まあ冗談なので、はい楽しみにしていてください。はい、あとなんか話そうとしてたのに今なんだっけ、なんか忘れてたな。なんか言おうとしたのに、なんだったんだろう。うわー、もうシャ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 とかやったからさ。あ、そうそうだ、明日だバカめ、明日よ、明日。そう、サイン会にちなんで明日も明日も握手会がありますよ。なんと私は何ヶ月ぶりだ、あの前回の面談じゃない、対面握手会私参加できなくって、本当にごめんなさい。はい、なので今回めちゃめちゃ久々の対面握手会なんですよ。やったーということで、皆さん来てくれるんですか。こちら、今年初だよね。そうだよね、やばい、何ヶ月ぶりなんだろう、結構久々になっちゃうかも。行きます、ありがとうございます、待ってます。あ、でも日曜日来てくださる方もいるんだね。待ってるよ、土日どっちも待ってるよ、来てください待ってます。おしましもマシマシ可能なので来てください、この配信でね。ひゆかちゃんサイン会あんな感じで握手会はどんな感じなんと思った方はぜひ来てください。意外とありがとうございますかもしれないし、シャシャシャありがとうかもしれないし、どちらかは分かりませんこの二択なのやばいね。いや、でももう最高な対応をさせていただきます。もう絶対にね、皆さんが来てひゆかちゃんって最高マジベストって思ってもらえるようにやるので、握手させていただくので、ぜひとも来てください、お待ちしております。後悔はさせません、イエーイ。はい、そうで、あと、あ、そう、これ大事大事、皆さん聞いていてください。明日ですね、服装がもう決まっておりまして、明日明後日、明日なんとアップティー
アプティー売れる売れる出店無料のアプティーをね着るんですよ。だからアプティーもみんな手元に届いたかな、どうなんだろう。もしないって方は生誕グッズ着てきてください。でそれももしないよって方は私服着てきてください。そうアップティー、アップティーの、 あの T シャツの方です。半袖の輝きちゃんの青いやつ、あ色変えれるから違うか、輝きちゃんのやつです、半袖のやつ。そうアプティー売れる売れる出店無料をアプティー売れる売れるを着ます、明日は。なのでぜひねゲットしてるよって方はもう着てきてください。お揃いできるということなのでぜひお揃いしましょう。ない方は私服で着てください。全然もう寂しそうな顔しないで、全然寂しそうな顔はしてません。まあでも皆さんね会いに来てくれるだけで嬉しいので、まあ、もしお揃いができたらもっと嬉しいよってことなのでね、ぜひお待ちしております。で日曜日はまあね私もこの春 LJK ですよ。はい、早すぎませんかということでね、まあ、LJK ということでもう制服を着れるのもあとわずかということで、日曜日はなんと何々ひゆかちゃん、もしやそうそう制服を着ます。パチ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 、はい、制服を現役で着させていただきます。はい、ちょっとまあね去年かな、あでも最近着たか、最近着てたか、そう制服を着るので、まあもしよかったらね見に来てくれたらまあ嬉しいかなと思います。まあ現役なんですよ一応、こう見えて現役というか、まあラストですね、ラスト高校3年生。はい、なのでぜひね来てください、お待ちしてます制服で。はい、そうな、いけないからお写真楽しみにしてもらってて、それは待ってて、絶対写真撮るからねお話し会は絶対写真撮るから任せて、待っててくださいぜひ。そうという感じで、まあ土日どちらもね皆さんが楽しめるように、楽しめるようにというか、まあ、服装ももちろん、まあ、会話もねしっかりしていこうと思っているので、ぜひ、まあ、おしましもできるのでぜひ来てください、お待ちしてます。はい、じゃあ告知をしたいな、あと なんかないかな、話を忘れてることなんもないよね、なんもないよね、なんもないか。じゃあ告知するよ、告知まず一つ目、5月1日、先ほども言いましたアンレームサイン会、皆さんお待ちしております。サイン頑張って書く練習してるのでぜひ待ってます。続いて2日、なんと私じゃじゃん僕の太陽公園に出演することが決定しました。やばいなんとも、なんとなんとですよ、僕の太陽公演出演します。キャー、レッスンはしておりません、自主練というか地おこしです、今回も。なので今頑張って地おこししております。はい、ちょっとねもうドキドキハラハラですけれども、まあでも皆さんのね公演は本当に好きなんですよ私。そうだからぜひとも公園見に来てくれたら
嬉しいなと思います。はい、そう頑張ります。しかもレミヒュー、そうなんですよ、レミもいます。久々かも、なこともないかさっきからなんかなこともないかっていうのが多いんですけれども、はい、ぜひ僕隊見に来てください。待ってます、頑張ります。はい、で続いて3日、なんとハドゥがあります。ハドゥ HADO ハドゥがあります。なんと5月は 1,2,3 連続でお仕事、皆さんに会える機会がございます。ハドゥ初めて、だから初めてが多いんだよね。初めてのサイン会、初めての僕隊、初めてのハドゥ、もう心臓が持つかなという感じなんですけれども、まあ、全力で頑張ります。そう、ちゃんひなと同じなのかな。そう、ちゃんひなに、え、ひやかさんひやかさん3日出ますよね、ハドゥって言われて、出ます言うて、そしたら、え、絶対勝ちましょう、え、絶対頑張りましょうねはい、頑張りましょうねって言ったんですけれども、そう、もうガチなので、いつでも私はガチですからね、頑張らせていただきます。なので 1,2,3 ぜひ皆さん会える方はお会いしましょう、楽しみにしています。で4日、なん、え、4日だよね、4日です、連続でありがとうございます。 1,2,3,4 4日はなんと放課後ライブのラジオがございます。言い忘れてたこと思い出したからちょっと後で言うね。はい、4日は福井でラジオがございます。この日はちゃんと久々2ヶ月ぶりぐらいにスタジオに行ってちゃんと収録することができます。ヒューヒュー郵便もね、いつも読み切れないんですけれども、ちゃんと皆さんの見てるのでね、全部読めるか分かんないけど、ぜひ皆さん送ってください。結構ヒューヒュー郵便ね、読むの大好きで、そう、私やっぱりね、皆さんからのメッセージとかがすごい好きで、さっきもね、劇場でた時にもらった手紙を読んでたんだけど、皆さん天才だね、文才、なんか嬉しいよね、お手紙とかって、メッセージとかってね。そうだから、ヒューヒュー郵便もお待ちしてます。はい、で言いたいこと忘れてた、超大事ね、29日よ、5月になってたけど今の話戻させてください。4月に、4月29日なんとラジオ日本さんでラジオが決まりました。イエーイなんと、もう超重大発表だった、お待たせしました、ごめんなさい。あの、なんと福井の関連のラジオなんですけれども、ハッピー福井に来とっけのラジオにアシスタントとして出演させていただくことが決まりました。すごくない？もう本当にありがとうございますという感じで、もう私ね、この通り話すのが大好きなんですね。もうベラ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 、もうね、私は一人ね、どっかポイってやってたらね、いくらでも喋っちゃうよっていうことでね、もう嬉しい。私好きなことがすごいお仕事につながっていて、この話すことだったり、あと福井だったりさ、そう、今回パックンさんと、そう、前回ね、幸せになるラジオをパックンさんがやってらっしゃって、そこでゲストとしてね、出演させていただいたんだけど、今回はゲストではなくアシスタントとして月に1回しっかり出演させていただきます。うわーい。はい、で初回がね、4月29日放送ということで、もう収録は終わっているんですけれども、もう初回からビシバシと楽しい福井トークが繰り広げられました。私ね、基本緊張するんですよ、初対面の方とかね、あ、どうしよう、うまくできるかなとか思うんだけど、パックンさんってね、いい意味でね、緊張しなくって、すごいやっぱり空気の作り方がお上手なんだろうなと思うんですけど、
すごい気さくに話してくださるから、なんかいつの間にか私も素でというか、うん、話してて、うん、で福井トークもね盛り上がるわけ。お互い福井詳しいし、でもパックンさんすごい、私もね自分で我ながら、いや福井マスターは私だとか思っていたんだけど、パックンさん結構物知りというか福井が大好きなんだなっていうのが伝わるぐらい、私が知らないことも知ってるから負けてられないと思いつつも、パックンさんとね、まあ、私がアシスタントとして福井のことをね全国の皆さんに広められたらいいなと思っております。はい、いやーでも嬉しい、もうずっとね発表したかったの、皆さんにもうこのお仕事決まったよって言いたかったんだけど、やっと発表することができました。いやーありがとうございます。ぜひねちょっとラジオ聞いてください、お待ちしております。もう福井のこと多分これ月1回だけど聞いてたら、私まで福井マスターだってなっちゃうぐらいになると思うので、ぜひ4月29日初回ですね、聞いてください、聞き逃しなくお願いいたします。はい、ということで嬉しいお知らせでした。いやーまあこんな感じでね、私はねお仕事がさ、まあ好きがさ、最近プラメで書いたんだけど、好きをちゃんと発信していこうっていうことをね意識し始めて、そうやっぱりね口に出すとか、これが好きですとか言うとやっぱりつながるっていうかね、うん、つながるんだよ、伝わるんだよって思って、そうだからこれから私は好きにまっすぐな人間になろうと思います。そう、しかも好きがそう仕事になると最高じゃん、好きなものが仕事なの、あー最高ということで、そうだからどんどん好きにまっすぐに生きていこうと思います。ちなみに好きな食べ物はお味噌汁です。あと和菓子、和菓子本当に大好きです。何かお団子を食べるロケとかでもあればぜひともよろしくお願いします。はい、和菓子大好きです。あとは絵を描くことも好きです。はい、いつかオリジナルグッズを出したいです、自分のね。あと、あ、本を読むことも好きですし、音楽を聴くことも好きです。あとはやっぱりこうやって話すことが一番大好きなので、ぜひこれを見ているお偉いさんがいらっしゃったら、この子めっちゃ話すなって思ってくれたら嬉しいです。はい、あとなんだろうな、あとでももっと知りたいこといっぱいあるから、もっとまた見つけたら言うね、どんどん言うね。でもこれでさ、多分ファンの人との共通点とかも結構あって、好きですとか言ってね、それ私も好きですとか、僕もそれ好きですとか知ってますとか、そう前漫画とかもねあったりして、そういうのが、だからどんどん発信していくね。もし一緒だったら言ってね、話そうね、その話題について握手会でもお待ちしております。では伝えそびれたことはないかしら、大丈夫そう、ちょっと私結構ベラ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 と話しちゃったけど、伝え忘れてないよね、大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そうかい。お、押しましで言ってみる、だってぜひとも言って、押しましで来ましたってショールーム見て来ましたって言ってくれたらわかるはず、待ってますよ、ありがとう。よし、大丈夫ということで、まあベラ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 もうテンション上がっちゃって、なんかちょっと意味わかんないこともしちゃいましたけれども、まあ、皆さんとね会える日が5月頭だったり結構たくさんあるようなので、あるのでぜひ皆さんね楽しみにしていますよ、私もワクワク。まずは明日だね、明日土日会いましょう、いっぱい話そうこの大丈夫かな。よし、じゃあランキング読んでいくよ。13位、テロ君アットマーク日曜日に行きます、よろしく、ありがとうございます。日曜日お待ちしてます、制服でね、ありがとう。
続いて12位パンダ丸さんアットマークチーム4。お、温泉マークがついてる。最近テレビでも温泉やってて温泉行きたいなと思いました。また見てね、ありがとう。続いて11位翔くん、なぜか今横浜にいます。ん、横浜といえば私も明日行きますね。奇遇ですね、会えたらいいなと思います。また見てください、ありがとう。続いて10位島田和之さん、ありがとうございます。明日初めてだっけ、私と握手言ってたよね、楽しみにしてるよ、ありがとう。また見に来てください。続いて9位チョーキンさんアットマーク一番聞きたい言葉は、ん、一番聞きたい言葉、なんだろうなんだろう、なんでも、明日聞かせてくれるのかな、なんか愛をお願いします。ありがとう。では続いて8位ナッカーさん、ありがとう。お仕事忙しいと思うけどファイトだよ、また見てください。続いて7位ミカさん、水色担当が好き、あら嬉しい。そう、ハンギョドンの色です。意外とありだよね、また見てね、ありがとう。続いて6位ケイシンくん、ありがとうございます。ケイシンくん振り覚えちょっと恥ずかしがってたけど覚えられたかな。また来てください、ありがとう。続いて5位チョコミントさんアットマーク、明日会いに行ってもよかですか。よかです、逆に会いに来てください、待ってますよ、約束ですよ、また見てね。続いて4位バンボシさん、ありがとうございます。バンボシさん、また見に来てくださいね、お待ちしてますよ、ありがとう。3位コニタン、ありがとう。あ、そうだコニタンね、前ラジオ来てくれてたよね、福井私いなかったんだけど、またぜひとも来てください、ありがとう、また見てください。続いて2位ヒロさん、タワー、ありがタワーでした、本当にね嬉しい、ヒロさん天球タワーです、またぜひとも見に来てください、お待ちしてます、ありがとう。さあラスト1位はナーラブさん、ありがとう。ナーラブさん最近よく見かける、ありがとうございます。そしてタワーもね、ありがナーラブさんタワーありがとうございます。また配信したらぜひ見に来てくださいね、お待ちしてます、ありがとう。さあということで22ラッキーカニカニはたくまさん、ありがとうございます。ラッキーカニカニまた見に来てください、ありがとう。さあもう一人の方いきましょう。はい、40位ササチーさん、ありがとうございます。ラッキーカニカニまた見てください。はい、ということで明日ね、まあ早くはないんですけど、まあいろいろ準備しないといけないのでね、もうビジュマジベストでいないといけないので、まあ、今日は早く寝て明日早く起きてちゃんと可愛くして皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。皆さんも楽しみにしていてください。あ、でアップティーを着れる方はアップティーを着てくれると嬉しいです、はい、では今日も一日皆さんお疲れ様でした。もう本当にね毎日、今日おはようポストを忘れたって言おうと思ったんだ、そう今日おはようポスト逃した、なのでお休みポストするね、待っててください、はい、すいません、はい、お休みポストをします。それでね、今日も一日みんなお疲れ様でした。もういろんなこともあったと思うし、今この配信を見れてる方もね、見れてない方もお疲れ様届きますように、はい、ということでね、まあでも自分のペースで無理なくいきましょう、はい、周りに何を言われようが自分の身を一番大切にしていきましょう、はい、明日元気な姿でお会いできるのを楽しみにしています。では今日も一日お疲れ様でした、バイバーイ。今からお休みポストしますね、 X にて待っててね、見てね。おやすみ、ありがとうございました、また明日。